ベイ・チェチョルは、韓国出身のテノール歌手、ペイ・ジェチョルとも表記される、テグ広域集まで、関与大学校生学科を卒業後、イタリアに留学し、ベルディ音楽院で学ぶ、その後ヨーロッパ各地のコンクールで入賞を果たし、1998年にプロデビュー、2004年にザールラント州立劇場と契約する、アジアのオペラ史上最高のテノールとも評された。 2005年に甲状腺がんと診断され、手術の末に声を失ったが、2006年に日本で一式の武彦の生体機能回復手術を受ける。2008年頃より活動を再開した。2014年彼の反省を映画化した日韓合作映画ザ・テノール真実の物語が公開された。同作ではユジテがチェチョル役を演じている。 ボイスファクトリー株式会社ベイチェチョル紹介ページ東京書籍音楽専門館ベイチェチョル特集アジア市場最高のテノールモバイルアフラック生きる .com 生きるストーリーベイチェチョルさん韓国人声楽家の声を取り戻そう日本人ファンの支援が実を結ぶ中央日報日本経済新聞有刊2017年7月8日韓国から来た希望の歌声 ありがとうございます。